皆さんこんにちは、ちんたんおさきです。本日は奈良市高畑町にございますシャンポール松尾という物件の方に来ております。まずこちらが玄関のスペースとなっております。こちらにはあらかじめシューズボックスつけていただいておりますので、玄関をすっきりと使っていただけるようになっております。そして一つ目のお部屋がこちらの洋室のお部屋となっております。こちらには収納スペースなどございませんので、お部屋の広さをですね十分に使っていただくことができるようになっております。コンパクトなサイズのお部屋となっておりますので、お子さんのお部屋や寝室などにぴったりのサイズ感となっております。そしてこちらがですねゆったりとしておりますリビングのスペースとなっております。西側に大きな窓がございまして、とても明るい室内となっております。 L 字型になっておりまして、ダイニングテーブルやソファーなども一緒に置いていただけそうな広さになっております。こちらには収納もございまして、約半減分のですね押し入れ収納となっておりますので、大きなお荷物も入れていただけるようになっております。キッチンの方はこちらですね、使いやすいオープンなタイプとなっておりまして、こちらにお好みのコンロを置いていただけるようになっております。収納の方もですねこのように上下についておりますので、調理器具もしっかりと入れていただきます。その隣にですねこちら独立の洗面台がついております。そして、こちらがお手洗いとなっております。ゆったりとした広さとなっております。そして嬉しい室内の洗濯機置き場と、こちらが浴室ですね。洗面台と、鏡もついた浴室となっておりまして、洗い場スペースもしっかりと確保されております。そして、2つ目のお部屋が和室のお部屋となっております。6畳のお部屋ですね。こちら角部屋ということでですね、こちら南側に出窓がありますのと、東側にですねバルコニーが、ついておりまして、とても明るいお部屋となっております。お洗濯物はこちらにね、干していただけるような形になっております。収納の方は、こちらの押し入れ収納となっております。一軒分ございますので、たくさんのお荷物やお布団なども入れていただけるような形になっております。詳細条件につきましては弊社のホームページの方でご確認ください。奈良のもてなし奈良心賃貸先では、皆様のお家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介をさせていただきました。奈良のもてなし奈良心賃貸先では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。